こんばんは、えー、岡田斗司夫の機動戦士ガンダム完全講座の時間です。さてですね、あのー、今回から3回にわたって、えー、セーラ出撃の回をですね、開催します、えー。この回はですね、まあ、まあ僕の個人的なですね、なんだろうな、あの、分類になるんですけども、機動戦士ガンダムのセカンドシーズンの第1話というふうに読んでます。つまり、 えーまあ、前回までが機動戦士ガンダムの、まあ、ファーストシーズンでですね。で、こ,こからがセカンドシーズンに入る新しいエピソードが始まるわけですね。まあ、ランバラールとかですね、彼が乗るです、ね。格闘専用のモビルツーツである、えー、グフ。あとはですね、今回からあの、登場する新たな悪役のですね、マクベで、えー、展開がですね、ま、いろいろ目白押しなですね、第16話ですね。をですね、今回もあの、冒頭から徹底的に語っています、えー。今回もですね、この無料のですね、 あの、ガンダム講座の終わりですね。ちょっと、あの、追加の解説もしますのでお楽しみにしてください。ということで、えー、砂漠に蝶は飛ぶのか、えー。早速ですけれどもですね、えー、機動戦士ガンダム第16話ですね、セーラ出撃の第1回目の解説、えー、動画スタートです。 機動戦士ガンダム講座ですね。岡田都市長の機動戦士ガンダム講座。今日はですね、第十六話セーラ出撃の、まあ、パートワンです。えー、起動戦士ガンダムセーラ出撃ですね。はい。えっ、ー、とですね、あの、お話をまあ、まず辿るとですね、一番最初、ホワイトベースはですね、砂漠のど真ん中ですね。おそらく中央のです、あの、ロシ、 中国とロシアの国境辺りだと思うんですけど砂漠地帯をです、ねまあ、超低空飛行してますんで、えーと、いつものメンバーたちがです、ねえー、なんだろ窓からです、ね、外を見てますあの。望遠鏡とか双眼鏡でみんな外を見てるんですね。でえー、みんながあくびをして繰り返しているという,ふうなことで,です、ね、なんかこの見張りを命じられているんですねで。フラウボまで動員されてみんな見ていると。アムロがまだ寝てないのかというふうに驚くんですけれどもですね。でえー とですね、こういうブリッジのシーンだったら、ブリッジのシーンになるとブリッジの床面全体にかち地図が出てきてですね、で、えー、リュウとですねブライトさんが打ち合わせをしててそこにはあの、えー、レーダー集が入っていきます。えー、転速結果とも照合しています。転速結果というのはつまり、まあ,あのナビとかが使えない。 ようなんですね。人工衛星がすべて打ちをされている状態ですから、カーナビみたいなナビゲーションシステムが使えない。ので、星とかですね、太陽とか月の位置から、だいたい自分のホワイトウェイソの現在の位置を調べている、そういうの転属結果と言うんですけど、その転属結果とも一致してますというと、ブライトさんがですね、約束の日に約束の場所に来てるのに、レビル将軍からは一言も連絡なしかっていうセリフがあります。まあ、ここまでですね、この、 ジオンにもう解読されちゃうんで、お互いにですね、ジオンも連邦もそれぞれですね、あの、無線通信っていうのはほとんどできないんですね。だから、その、なんだろうな、大きい基地であればそれでも飛行機、連絡機とかを通す、あの、飛ばしたりですね、もしくはレーザー通信とかで、まあ、あの、漏れないように通信することはできるんですけど、ホワイトベースぐらいの設備だったらですね、もう、 直に、えー、なんだろう、連絡員がですね、何らかの手段でホワイトベースまで来て、で、次はどこそこ行けって伝えるしかないと。で、そういうことをもうずっと繰り返してきたっていうのがわかるんですね。えー、約束の日に約束の場所に来てるのに、レビル将軍から何の連絡もなしかと。これまではマチルダさんが補給するたびに、次はここで来てこ、次はここへ来て、ここまで来てくれれば補給があります。何月何日までに来てくださいっていう連絡があったんでしょうけども、 今回はですね、その連絡があったにもかかわらずですね、約束の場所にいても誰も来ないとですね。で、そこでですね、えー、コックの田村さんですね、えー、ちょっと太っちょのおじさんがですね、みんなにご飯を運んでます。で、朝食ですというふうに言うと。つまり、もうあの、約束の日に来たんだけども、もうその日を 一晩過ぎてしまったわけですね。でも明け方になってしまったのですね、田村さんが朝食を運び出します。で、えー、その田村さんがですね、ブライトさんに、えー、すいません、塩の在庫がなくなりましたっていうふうに耳打ちします。まあのあのー、これがまあ今回の話の大きい流れになっていくんですけども、ホワイトベースっていうのはですね、武器とか弾薬だけで頑張ってるわけじゃなくて、食料の補給というのもあるし、おまけにその、その他の雑な資材ですね。まあ塩なんかもそうなんですけども、 別になくてもいいような感じがするんですけど、塩がなければ人間というのはですね、動けなくなって死んでしまうわけですね。だから、まあ、大変な問題でもあるんです。で、その耳打ちをしてるところで,ですね、何か見えましたという報告が入ってみると、砂漠の向こうからですね、一台の軍用車ですね、ジープみたいなのがガーッと走ってくると。中にはですね、大怪我をした男が乗っている。ですね。 えー、大怪我のした男が乗ってですね、ブライトさんがですね、もう本当に宇宙服みたいな、これはあの砂嵐に対応するためのマスクなんですけど、このマスクをつけてるところから、この現場の砂嵐がいかにひどいところ、感じなのかはわかります。えー、砂漠に蝶は飛ぶのかっていうふうに、ブライトさんが呼びかけると男は、砂漠に蝶はって一瞬ぼんやりするんですけども、気を取り直して砂漠に飛ぶのは砂漠天のゲっていうふうに言います。うん。 ま、つまりこれが合言葉なわけですね。砂漠に蝶は飛ぶのかと問うと、砂漠に飛ぶのはサボテンのトゲだと答えると、これでお互い連邦軍のメンバーだということが分かってですね、えー、レビル将軍の手のものだということで、ブライトさんが安心してですね、船内に入れてあげます。で ここから船内の尋問シーンというかですね。まあ、あの、もう本当に、えー、なんだろうな、医療室に連れ込まれても手当てを受けてる段階なんですね。でもこの人はもう虫の息です。私がホワイトベースの責任者、ブライトノアですっていうふうにブライトさんが言うと、連邦兵は、オデッサデーは5日後の予定です。それまでにホワイトベースはカスピ海を渡るとの命令です。というふうに。この、聞いたこともないことが連続して出てくるんですね。でもブライトさんが聞きます。オデッサデー、何ですそれは。5日後にあるというオデッサデー。 すると、キシリア配下のマクベの主力部隊を叩く作戦日です。っていうふうに兵士答える。また知らないことを聞いたら知らないことで答えられてしまう。マクベって、キシリアは知ってるけども、<laughs> マクベっていうふうに聞くと。そうすると連邦兵がですね、マクベの押さえている鉱山は今度の戦争の勝負を決める大切な場所なんです。それをオデッサデーに叩きます。ようやっとここで説明になってきました。ブライトが、我々のホワイトベースも攻撃に参加するということですね。っていうふうに聞く。そうするともう、 連邦軍の兵士は答えられないんですね。もう虫の域で。セーラーが私たち軍隊じゃないんでしょ、ブライトさんって言うと、ブライトが、ホワイトベースが正規軍に組み込まれるというわけか。これまでホワイトベースは、どこに逃げるのか、補給受けるのかと言われたんですけども、ついに連邦軍がですね、オデッサデーというのを決めて、その日にですね、 あの、キシリア配下のマクベというやつ、まだこれ正体わかんないですけど、そいつに向かって大攻撃をかけると。その時にまでにカスピ海を渡って、で、東の方から攻めてくれというふうに言われるわけですね。えー、名前だけ出てきました。謎のキャラマクベです。えー、キシリア配下。つまり、キシリアザビのですね、ガルマのお姉さんですね。それの部下なわけです。で、そのマクベと戦う決戦日が5日後と。それまでに、ね、 迫ってくるランバラルを避けながらカスピ海を飛び越えて、ウクライナのオデッセイ、オデッサまで行かなければいけないと。まあ、あの、後でちょっと地図出しますけども、なかなかきつい工程です。あの、僕びっくりしたんですけど、今回、えー、この後ですね、ガンダムでオデッサデーがあ、延期したとかそういう話ないのでですね、基本的にこれを信じるとどういうことになるのかですね。 え、5日後にオデッサデーと言ってます。現在16話、セーラ出撃です。えー、っとですね、オデッサで戦うのがですね、第25話、これより10話後なんですけども、 こんなにエピソードがやもりなんですよ。16話がセーラ出撃、これ今回ですね。で、17話、次がアムロを脱走って言ってですね。まあ、アムロレイがですね、あの、未来さんの風呂を覗いたりしたら、いうようなこともあるんですけど、僕なんかどうせいらないんだって言って、拗ねて逃げてしまうのが、17話です。18話、灼熱のアッザムリーダーではですね、ついにそのキシリアさんが地球連邦にまで降りてきて、で、新型のアッザムっていうですね、モビルアーマーに乗ってですね、 で、さっきの噂のマクベトですね、乗って、アムロと戦うというエピソードをまるまるやってですね、で、ランバラール特攻という回がその次にあってですね、これはランバラールが乗ってるグフの腕をついに叩き切るんですけども、ランバラールが、ふふふ、坊主、お前は自分の腕で戦ったと思うなよ、みたいなことを言われて、すごい悔しがると。で、悔しがられた後、また独房に入れられると。で、えー、激闘、で、死闘ホワイトベースですね、ランバラールはですね、死んでしまってですね、激闘は憎しみ深くで、ハモンさんも死んでしまうんですね。 で、ホ部法誘も破れではですね、ブライトさんが連日の過労で倒れてしまって、マチルダ休止作戦ではマチルダさんが命を懸けて運んできた G パーツっていうすごいブサイクなですね、ガンダムの補強兵器でガンダムが強くなって、白撃トリプルドームではですね、マチルダさんが死んでしまって、マチルダさんって夕焼けに叫んで、次の日の朝、オデッサの激戦で明け方から大戦争なんですよ。これが5日間なんですよね。で、考えてみて、一応5日間に詰めたらどんなことになるのかというと、これま、月曜から金曜の話とするとですね、 月曜日にセイラさんが、セイラ出撃で独房にいられて、その夜にもアムラは脱走しなきゃいけないんですね。で、火曜日にランバラールと戦って、僕はその、あの人に勝ちたいっても夕方に言わなきゃいけなくてですね、水曜日にランバラールが死んで、その日の夕方にですね、もうハモンさんも死ななきゃいけないと。で、木曜日にブラウンさんが、ブライトさんがカロ、カロで倒れて、午前中にマチルダさんから G パーツを届いて、ドムが来て、夕方ぐらいにマチルダさん死んで、夕方、夕日に向かって、マチルダさんって言ったら翌朝ですオデッサの劇 劇戦が始もう絶対に無理なんですよこれ絶対に無理だけどもところがですねストーリーを丹念に見ていくと実はこれ長くても2週間ひょっとしたら10日ぐらいのことであの起きてるんですねで僕らはついつい「ガンダム」っていうと機動戦士ガンダムのですね劇場版のパート2ですね「愛戦士編」っていうやつがこの辺りを細かく書いてるので。 絶対この辺って1ヶ月ぐらいかけた、もしくは、なんかゆっくりした話かなと、アムロもですね、何週間も何週間も、なんだろう、脱走してガンダムと一緒に砂漠を旅してるんじゃないかなと思っちゃうんですけども、実はかなり短い間にですね、連続していろんなことが起きてると。それは、ブライドさんもですね、過労で倒れるわっていう、まあ、こんな状況です。なんか僕もちょっと、あの、5日後にお手伝いでいと。 言うのをですね、今回見て聞き捨てならんと思ったらですね、<laughs> えらいことになってたんですね。はい、どうもお疲れ様でした。えー、無料はここまでです。あとですね、あのー、僕、あの、改めてですね、自分の解説を、まあ、久しぶりに見てですね、あのー、5日間でこれだけやらなきゃいけないというのを見て、自分たちでもお笑いさっき見ながらしてたんですけども、さすがにね、5日間は無理があると思うんで、あれは5日後っていうのは何かっていうと、あの、集合、 じゃないかっていうふうに考えたんですね。集合であって、まあい、い、5日後に集合して、総攻撃は2週間後とか、1ヶ月後ぐらいだったら、なんとかね、あの、ついが合うかなと思うんでですね。えー、ただ、まあまあ、あの、エピソードを並べると、なんかすごい面白いことになったなっていう、<laughs> 自分で聞いても、あの、おかしかったです。えー、で、